でも多分なんだけどね、あのボス少ないと思うんだよなこれ。最近のこのフロムのソウルシリーズ、ダクソ2はもう無駄に多かったじゃん。だからそういうのやってこないんだよね最近。最近はね、あの少数精鋭で来るんだよな。たー、集められるかこれ。てかあの辺のアイテムも回収しねえとな。32両いいね。やっぱ装備は充実させてこそだからね。初見で装備縛るってもったいないっしょ。俺もうやりがちだけど、たまに。俺はね、いろんな武器が扱えないからね。一個に、個室、あー待って。スキルも1上がる。これは奴を殺して帰ろう。なんかマラソンとかするには、あの過去の世界は結構良さそうだったね。敵が結構密集してるし。てか俺あの辺のアイテム回収しなくていいの？いや、ごめん、今失うものが多いんだ。すまん。もうちょいね、あのみんなが、みんながあのインフルエンザにかかった暁にはね、ちょっと、ここにインフルエンサーいるからさ、影響もたらしていくから、ガンガン。悪い影響を。これいいね。音殺し、忍殺で回復。てか、むしろ忍殺で回復はするにはこれちょっと、あ、待って、これ必要だわ。ちょっとね、やっぱ辛いんですよね、このゲーム。辛いから、ちょっとマラソン的なものやろっかな。スキルも、一個ぐらい増やしたいし。片代の上限増やして、サブウェポンいっぱい使えるようにしたいな。仕込み槍。仕込み槍、回転式。貫きゴマ。コマになっちゃった。コマ手裏剣からコマになっちゃった。まあちょっとね、今スキルポイントがいい感じなんで、これを貯めて、ですね。貯めて、スキル1個習得して、てかこれ、この片代をさ、いっぱい持ちたいから、とりあえずこれだな。これを目標に、ちょっとマラソン的な何かをしたいんだけど、多分ね、これ平田屋敷いいんじゃないかな。まあ今日は一旦、もう、5時ですんで一旦休息して動画も作って、まあ作りながらマラソンだな。目標達成。じゃあスキルを上げよう。どんだけ上がるかな。5ぐらい上がったら嬉しいな。まだわかんないね。もともとが15だから。え、1個、ふざけんなよ、ふざけんなよ。1個って、1個かよ。てかお金もなんか溜まってるわ。これは買い物しよう。毎度どんな。さあ治ってんな、竜外。軽い銭、あ、銭袋に変えられると。でもちょっと高いんだな。そういうのもありなのね。まあ、丸薬でしょ。2個。え、購入上限数とかあんの？マジかよ。じゃあこれでいいや。いやな、アシ、そいつが。あ、そか、アシナの情報を欲しいっつってたな。平田屋敷のあいつ、宝蔵院へ倒して、これで体力上げて万全を期すと。うん、院へ狩るわ。こういう戦略で仕切り直すのもありだな。ダメじゃん。お前か、帰ってよ、もうちょい早く。くそ斬新してやがった。なんかさ、こう、ステルスでやるっていう選択もさ、取れて、ゴリ押しもできるっていう選択も取れるみたいなゲームはもう今増えてきたよね、主流というか。これさ、雑魚的消えねえってこと、消えねえっていうか復活しねえってことは、こいつら忍殺してっちゃった方がいいんじゃない？で、忍殺して、逃げて、で、怠慢状況作って、で、戦うと。完璧。プラン A だよ。で、キビスを返したところを切る。よし、OK。しかも、これならキルを容易に取れる。はず。いったー、久々エンマ、久々だな。
え、つかみそうだ、つかみだった。あれがよ、あれが月じゃねえんだよな。こいつ上中ギャルかなり鬼畜なやつだな。上中下全部持ってる。よいしょ。まあ月だけ見て狙っていくってのもあるよ。これいった、やった弱っ、お前苦戦させやがって。弱えじゃねえか、弱え弱えじゃねえか、おい見切り強てるか、よかった。ミキ対槍使い戦にも圧倒的なアドバンテージがあるわ。オッケー、これは身体力でしょう。どんだけ上がるんだろうな。あ、今説明見てなかった。もうめっちゃ上がってるじゃん。やったやったね。二の年中見られるかな。アシナには赤鬼と呼ばれる男がいる。赤目となり暴れ狂うは何故か。長く捨て牢に囚われていたというか。へえ、これは何だろう。なんかそういうあのバックボーンというかフレーバーテキストを見るためのものなのかな。違う、ちょっとだけ先を見たいな。けよ、どうするこれよっしゃ逃げるか。おい、なんか強そうなのみんな。いや強くねえかこれ。あぶね、超絶ステップでよかった。今アイテム回収いらねえ、全く持っていらん。あれ、これはもう来たことがある場所だな。よいしょ。アシナの違う、平田城の上か。鬼のする、あれお前フクロウじゃねえ。え、何、隠し仏殿の鍵、平田屋敷の隠し仏殿、平田屋敷の最後にある。え、二つ主は絶対命落とし守り、奪われたら必ずそれもぜ。お屋敷の御子様もだが、そあちらからさすればばかり。はい、王冠。え、父上、父上ここで死んだのか。っていうかちょっと待て、父上左手霊園からもお任せくだ。俺さ、これ変な道通っちゃってこれスキップしちゃってたってこと。上場見もやる上場見いけるか。上場見ちょっといけるビジョンあんま見えないけど、でも多分一回捨てるスキルは狙えるはずだから。いや、忍殺ね、忍殺は狙えるはずだから、周りをそぎ落としていくか。ちょっと雑魚的厄介だからな。あの盾持ちとかもさ処理できりゃいいんだけど、できればあの火打ちみたいな感じでらしい攻略法があればいいんだけどな。ひどい、回復ゼロで挑みたいのか俺は。一旦帰るべきだな。上ばみに忍殺入れよう。まず雑魚的云々じゃなくて上場見に忍殺入れるムーブを決め込もう。ちょっとそこを学ぼう。上場見もどっかで待機してんでしょ。そこに忍殺ぶち込めば、あるいはいるね、回り込めばいけそうだな。なんか上行けない、上行けない。しっかりしっかりしっ
っかり見る。ここでルートを確立しておけば圧倒的な対策になりうる。きつ。どうにかして屋根登れないか。一か八か一か八か。ちょっと無理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 。助けて、サブライサブライ、助けて。ちょっと俺は一旦退避するぞ。あれ待って、上踏みさん、あいつ気づいてなくね。これステルスいけちゃうんじゃね。ああ重蔵気づかれた。でも俺に気づいたわけじゃないよな。忍殺いけんじゃない、無理かな。まあ、いや、ちょっとガン九郎様って言ってるからもう死んだかも。マジかよ。おい、ちょ周りが厄介すぎる。弓矢がやべえ、弓矢持ちがやべえ。死んでんじゃん、やっぱ盾持ちも無理だな俺。どうするよ。ちょこれあれあれ、先歩ムーブヒューシムーブヒューシでいくわ。ちょっとひたすら逃げる。お前何なんだマジ。あ、槍でいけるわこれ。ちょよし、こいつら削り取るの厄介だな。これちょっとマジで逃げるわ。これ逃げてさ、この範囲外に逃げるでしょ。一回範囲外に逃げちゃおう。で別に回復したっていいんだから、相手が。オッケーオッケー。これで攻めようか。妙なとこ来ちゃった。これいいね。この戦法で行こう。ちょっとこの戦法で一回ステルスキル取ってから、違う、雑魚を剥ぎ取ってステルスキルしできる状態にしよう。なんもねえのここ、なんか光ってるけど。いや絶対アイテムあるでしょこれ。どっかを背中合わせにするとくるってくるってしてくれるとか。もう絶対アイテムじゃん俺。取れねえし。まあでもこの戦法いいかもね。ここでしっかりそぎ落としてから戦うっていう。今回はもしかしたら倒せない、てかクブクリーン倒せないと思う。でもそれでも俺は次を見出した。上踏みさんそこにいる。おいしくね。上髪のね、動画を見返したんだけどね、結構ね、こいつ遠距離攻撃持ってないから、もうひたすら離れようと思います俺は。確定で体力減らせばいいんでしょ。要は上髪重増。いや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 、ほら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 、ムーブヒューシーいける。で確定状況でのみ攻撃を入れると、ほらドスコーイ。あームーブヒューシーいけるじゃん。見出したぜやっぱね、走りかい。あちょ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 、危ない。おい、せっかくだぞ。まあ、生きろよ俺。うわこの回復者心元ね。本当に確定的状況のみ行くわ。本当に確定的状況のみ。例えばこことか、これダメ。1、いやダメだ、これも確定じゃねえ。酒飲んだ後だな。これ
うわー、こういう時だけ行こうかも。ここここここ、こういうとこだけ、こういうとこだけ武器振ってる時はもう危険と見定める。どんなにもうブサイクだと言われてもいい、どんなに下手くそなムーブだと言われてもいい、俺はお前に勝ちたいんだ、それだけなんだ。ドンドン、連撃の後とかは好き。そう、こういうところ、ここだけ、いずれ溜まる、いずれ俺はお前に勝てる。そう、いずれでいい、時間をかけてもいい、お前に勝てればそれでいい。十三、死神、お前を殺す、俺の剣で、無尽蔵の体力でな。2発いけるぞ、1発どうだ十三、仲間を失った気分はどうだ。所詮お前は一人で戦えない雑魚なんだよ、仲間と群れなきゃその意を発することができない、意向を発することができない、ただの雑魚なんだお前は。いつまで語らせる鬼に、早く酒を飲め、早く毒を飲め、殺してやるから、毒ではなく刃で殺してやる。はっ、草迷わず迷わず迷わず回生ビュン。そう、こういうのもある、こういうのもあるよ、アクセント、アクセント、ビュンビュン、アクセント、アクセント、ビュンビュン、飛び道具、飛び道具も使っていく。ただね、近接で戦うだけの脳なしじゃねえんだよ俺は。よしよしよし、来たー。行かなきゃダメじゃんこれ、どっかで。やったー、よし、オッケー。ドブロク、白く濁ったドブロクのとっくり、あ、酒か。アシナ一心も愛したこの濁り酒は実に濃醇である。一方悪酔いしやすいことも知られる。お、術玉、イエス。いやー、いけたな、存外。まあ体力上がってたのもあったね、かなり効いてましたね。ただやっぱあの索敵から外れるってそんなに悪い戦法じゃないなっていうのを語れるような状況か今。あの上髪がいたその先には何があるんだ。もう敵はいない、気配がしないから多分いない。いる、いるわ。なんでいるの？もう死闘を繰り広げた後なんだからいいじゃん。許して、許してヒヤシンス。よいしょ。おお、襖に叩きつけて。なんか今、ヨボヨボのばあちゃんみたいなのが見えたけど、気のせい。ある、よかった。よかった。この鬼の面を見ると、すごく安心します。どうしたの？え？わしは湧き出て次から。何何何何？若様、わしのせがれが。うん。あ、伊之助？が向かったゆはぐれ忍びよ。ね。伊之助か。伊之助の母ちゃんか。何がいるんだこの先。やばい、容器がやばい。700円、ちょっと待って、ごめん、お金がやばい。これはね、買えよう何かしらに。ちょっとここ行こう。やべ、やめらんね、やめられないと止まらない。丸薬売ってねえじゃん。
売り切れって何なんだ売り切れって要素何マジで。これは買えよう。うわー、これも売り切れか。もうやべえな。でも2だとな、得られるもの少ないな。これは使わずにおこか。まあ丸薬はなしで、ちょっと先だけ見よっか。平田屋敷の何があるかだけ。ボスがいるなら、まあ威力偵察して次に備えよう。いや、ま、ちょっと待った待った待った、ボスちゃうんかい。あれ、猪之助、猪之助、猪之助、この時代からお前死にかけてたの。この先へ、うん、現実種ならしがこれをわずかだ。種ならし、指で潰すと大きな音が鳴る。紫、しげさやえんどうかなこれしか、これ読めねえ。くそ、無知が、無知が、ガチの無知じゃん。紫ケマン、あ、種子が弾け飛ぶやつなんだ、知らねえよえ、これ種ならし1個って、1個ってなんだ、1個って。畳をずらす、ずいぶん分かりやすい。これ実は本体みたいなオチはないよね。え、ボス戦か、ボスっぽくね。あ、やっぱり、いや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 、ボスでしょこれボスか、巫女様。